ちょうどいいブスのすすめは、お笑いタレントの山崎慶によるエッセイ。主婦の友社の情報サイト、東京カワイメディア、東京カワイメディアに、連載のコラムに書き下ろしパートを加え、2018年4月25日に、主婦の友社より書籍化された。自称、ちょうどいいブスの著者が、ちょうどいいブスだからこその恋愛哲学や、恋愛メソッドを解く。 人生が楽しくなる幸せの法則と題して、読売テレビ、日本テレビ系にて2019年1月10日から3月14日まで、テレビドラマ化された。人生が楽しくなる幸せの法則と題して、読売テレビの制作により、テレビドラマ化され、日本テレビ系、木曜、ドラマ F にて2019年1月10日から3月14日まで、放送された。主演はかな。 原作者の山崎慶がちょうどいいブスの神様役で連続ドラマに初レギュラー出演する。最終話放送終了後には人生が楽しくなる幸せの法則1年後のプロポーズ大作戦がアフールにて全行編で配信された。勝者の総務部に勤める女性社員3人はある日降臨したちょうどいいブスの神様から自身のダメダメな現実を指摘され女は 自分がブスであることを認めて、初めて幸せのスタートラインに立つことができる。と説く神様の教えに従って、ちょうどいいブスを目指し修行を開始する。主要人物ジャストライトブスさんその他原作には、ドラマの登場人物やストーリーは存在せず、原作の内容、意図に基づいて、原作者の山崎慶と、スタッフにより架空のオリジナルストーリーとして制作する。番組タイトルは、 当初のドラマ化発表の時点では、原作と同名だったが、後に出演者発表のニュースに際して、インターネット上などで、ちょうどいいブスという表現をめぐって批判が相次ぎ、正式タイトルとして、人生が楽しくなる幸せの法則に変更された。読売テレビは、視聴者の方々に、ドラマの内容を理解していただくために、ダイレクトにより良い。 より楽しい積極的な生き方を提案するドラマのコンセプトを表したとタイトル変更の理由を説明している。ドラマ化発表のニュースに際してはタイトル及び発信されたドラマのコンセプトでブスという容姿を非難するセンシティブな言葉を使うこと、女性に対し男性からの視点でどう見られるかで幸せが決まるといった古い価値観の押し付けを感じさせたことなどに インターネット上で批判が集まっていた。本編の続きや裏側、登場人物の過去や秘密などを描き、各話をつなぐ、チェーンストーリーが制作され、本編の見逃し配信と合わせて、ギャオにて、独占無料配信されている。5話として、本編終了直後から配信を開始し、全話2019年3月31日まで、配信された。 サブタイトルキャストスタッフ人生が楽しくなる幸せの法則に関するカテゴリーありがとうございます。